岡田明信クイズ。いやすごいタイトル。ママです。エディです。古川です。オン最強クイズ集団カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。対応力がある。何ですか今の。いや、ちょっと岡田明信側の人間なんでしょう。もう分かると思って言ったんですけど、うん、岡田明信さんといえば、はい、まああれですよね。まああれ、まあ、あれです。流行語にも、ね、なりましたね、あれってね、うん、まああれで有名なね。あれで有名、うん、おーおーはしてた。おーじゃん。あとあれで有名なのはいいだろ別に。岡田明信さんはね、まあ、優勝のことあれってずっと言ってますよね、うん、やっぱり意識しすぎると良くない。はいはいはい。私も思ったんです、うん、クイズも意識しすぎると良くない。どこから学んでんの。どこで学びを得たの。まあ、勝とうと思いすぎるととか。そうなんです、まあうん、まあ、着ようと良くないよね。そう、自然体でやるのに。そうなんです。みんなが自然体でクイズできるようにするために、うん、本日私が早押し問題を出すんですけれども、はい、問題文の中の名詞をいくつかあれに変更しておきました。自然体になれるかな。過集中になっちゃうってそのせいで。適度にあれに変更してるので、はい、なるほどね。はい、きっとわかると思います、うん、早押し形式で正解プラス1ポイント、うん、後藤は誰かが間違えるまでお休みとさせていただきます。シャキーロニール方式。ちょい甘い時に取られる方式だから。なるほど、ね、むずいんだやっぱその分。まあ確かに、うん、基本的には出題者の私の想定解のみを正解とさせてください。そう、はいはい、こじつけられそうだもんね。あとはね、リコさんがこの前長島修行クイズをやってくれたということで、はい、うんうん、私も野球わかるんだぞと。なるほどね。なんでそのバックスクリーン3連発した時の阪神だけに詳しいの。つい掛布。その時の阪神だけ詳しい。バース岡田掛布でいきましょう。それは知ってるんだ。今日はなのであれクイズとさせていただきます。よし、ね、筒香も復帰しましたからね。吉友、吉友関係ないでしょ。何も関係ない。本当にももさんが唯一知ってる筒香を知ってたからね。筒香、ね、吉友さんですね。はい、素晴らしい、偉い、はい、横浜復帰しましたね、うん、それも記念して、記念して、はい、はい、やっていきましょう。それでは早速参ります。よし、それでは参ります。よし、問題。あれとあれ、あれとあれ、あれとあれ、あ、くそー、リコさん心、くそー、完全にそうだったの今。先生と私、両親と私、先生と一緒の3編からなる夏目漱石の小説は何でしょう。普通の羅列じゃなかったんだよね。そうね、2個セットがずっと羅列されてるのってなんだろうなと思ったら思いつけました。ベタモンかのように押してくれました。ベタモンだったから元はね。そうね、最初あれとあれって言われて、え、二択の内訳教えてくれないのと思って、当たるわけなくないと思ってて、ちょっと遅れましたけど、途中で分かりましたね。いや、解ける解ける、これちゃんと。いやいやいや、先生とか両親をあれって言ってますよ。だいぶ、だいぶです。だいぶだな。岡田さんもいよいよ、その人をあれって言い出してる。ちょっと待って、私のこともあれって言ってる。これだ、これや。第三者視点、うん、高い位置から見てる。今日ね、あれなんで。あれね、はい、オッケーオッケー。それでは参ります。問題。あれやあれが使うあれの名前に由来する、あれが腹ばいになって滑る行為。 AT さん、トボガン。そうだね。前振りなんだ。え、なんかイヌイットが使う、うん、イヌイットの名前。そう、ことか。イヌイットやインディアンが使うソリの名前に由来する、あれ、ペンギンが腹ばいになって滑る行為を指す言葉は何でしょう。急に普通の問題です。まあまあそうですね、うん、腹ばいになって滑るはやっぱここにないですね。ないな、ね、イメージつかないな。いけるぞこの問題。手応え感じて、うん、まあちゃんと分かるようにはなってますね。よかった。そうか、でもインディアンのイメージ全然なかったから、うん、なんかそうだね、細かいところにとらわれすぎん方がいいかもしれないな、うんうん。さあ、素晴らしい正解が立て続けに出ております、うん、どんどん参ります。問題。あれのあれである、あれのあれは煮る、あれは混ぜるを意味しますが、古川さん、エビ。そうです。嬉しい、はい、あれは何を意味するでしょう。なんかもう前半ってもう捨ててる。何も 入ってこないよ。ちょっともう一回聞いていいですか。あれのあれである、うん、あれの、うん、
あれは煮る、あれは混ぜるを意味しますが、あれは何を意味するでしょう。前半何も入ってこないから。そうなんか女子しかないじゃん、だってあれのあれって。いや前半むずいなこれな。そうね、うん、分かってきたよ。でもだんだん素晴らしい、これで全員に正解が出ました、うん、よしよしよし。それでは参ります、うん、問題。フランス語であれという言葉が由来である。細長く焼いて、クレカワさん、エクレア、その通り。フランス語といえばね、いやもうそうですよ、やっぱり1個しか、ね、ないですから。そんなことないわ、なんならいっぱい知ってる側だわ、どっちかというといっぱい。フランス語であれってこのフェンシングの始まりみたいな、始めかなみたいな。フランス語であれあるのにね、あれって言ってたわ。フランス語であれという言葉が由来である。細長く焼いたあれにあれを挟み、あれなどをかけた洋菓子を何と言うでしょうという問題でした。まあなんかフランス語 でクイズに出るものを、うん、まあ、考えたときに細長くと一番つながった焼いたまで聞こえてたような気がするので、はい、食べ物となれば、まあ、焼き菓子だとラングドシャとかもフランス語で猫の舌とかあるけど、はいはい、あれのあれになりそうだね。猫の舌ね、確かに猫の舌はあれのあれだ、まあ、確かにね、うん、まあ、細長くっつのも違うかなと思ってエクレアって感じでしたね。いや反応非常に早かったです。まだまだ参ります。問題。ここにあれ終わり。古川さん、ロカミさん、その通り。出たもんでした。早い、ついにあれの方が長くなったな今。血だ。血のことあれ、はい、よく続いたな。血短いぞこれは。確かにそうやな、一単語なんで ね、 そうですね。ここにあれ終わり、あれ始まると書かれたあれが立っている。あれ最西端にあるあれの名前は何でしょう。あれ最西端。ユーラシア大陸。大陸はあれって人いない。でけえからな。本当にベタモンのように押してくれて非常に嬉しいです、うん、これでもロカ岬でも同じくらいで押してた可能性があるから。そう、確かに。そうなんですよ、そんなイメージだから恐ろしいな。なんかな、岡田さんで成り立ってたんだクイズは。どんどんいきましょう。問題。あれよ、あれが、あれの、あ、AT さん。あ、本当だ。リンドバーグ。そうだー。あー、本当だ。本当だ。翼よ、うん、あれがあるの、あれ、あれは本当のあれじゃない、それ。そうですね、翼よ、あれがパリの日だ。あれよ、あれが、あれのあれだ。隠されてないあれが入ってんじゃん。そうなんです。隠されてないあれ、おもろすぎるな。あれ、よく見つけたな、あれがあるの。やっぱなんとかよ、あれがあるとかちょっと聞き覚えがあるわ、ね、分かった。確かにな。かよく元からいるあれに騙されませんでした。本物のあれ多分どっかで来るだろうなと思ってた。あ、そう、すごい考えてるな。ここで来たか、うん、鋭かったですね。では参ります。問題。高温動物において同じ種でも寒冷なあれに生息するものほどあれのあれが。古川さん、そこっちなんで。あれのあれ、アレンの法則。やった。アレンの法則。あれだけ、あれだけ、あれだけ力強くなる。これはそういうことか。正解です。普通の問題としてですね、はい、高温動物において同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど、うん、体の突出部分が小さくなるという法則を何というでしょう、うん、ちょっと待って、あれで読んだだけでちょっと問題をもう一回言っていいですか、うん、高温動物において同じ種でも寒冷なあれに生息するものほどあれのあれが小さくなるという法則を何というでしょう。ベルグマンだと大きくなる、うん、そこでついにそこで引き分けられ る, 引き分けられる、ね、そこまでは確定しなかった。あれのあれの部分聞けば差がつくんだ絶対と思って押したらついてなかった。2択をあれだからあれんつってやってちゃった。なんで私がこの問題を出したかは、はい、あれクイズだからあれですよ、まあ、そうね。だから高温動物の例を押してあれんつっても別にね良かったわけですよ、こんなものは。そうです、そうです、ね、ちょっと我々が遅かったです今の。でもベルクマン出してたら出すのね、おもろい。, 笑っちゃうからね。なんでだよってなって。今回はアレンの放送でした。よかったよかったね。素直な出題。まだまだあります。よし。どんどんいきましょう。問題。あれから僕たちは。くそ。古川さん。夜空の向こう。そうだね。ね。早い。
早かったですね、うん、あれから僕たちは何かを信じてこれたかなという歌い出しで始まる1998年発売のあれのあれは何でしょう。だいたい読んでたじゃない歌い出しもあれでいいだろ。なんでそこ丁寧なんだよ。あれたちはとかでいいの、うんうん、朗読イントロが早いんでそこ顔すの単純にその力で。だって普通だったんだもんそこ。そうあれからシンプルな朗読イントロくらいじゃない。元からいるあれもう一回出してみたんですけれども、うん、古川さん全然惑わされずに正解しました。素晴らしい。いや学習した、ね、さっきで、ね、すごいね。それではいきましょう。問題。あれが暗記していたあれの系譜や古いあれをあれが書き記して編集した。AT さん、だから古事記。正解。いやあれ、あれが混ざってるよ。あれがいいな。あれいたな今な。途中にあれいるよ。いたな。もうちゃんとあの名字ちょっと略したんですけど、最初はね、あの下の名前だけ言いましたよ。ヒエダのあれのあれです。ヒエダのあれのことあれって呼ばないんだよ。ヒエダのあれが暗記していた天皇の系譜や古い言い伝えを王の安丸が書き記して編集した。だとしたらそこ安丸じゃなきゃおかしいから。あれがあれなら。そこは安丸になるだろう。王の安丸はあれです。ああ、それ。はい。全3巻からなる現存する日本最古の歴史書は何でしょう、うん、っていうことです、ね、あれ見破ったんですか。押してからまあそこはすごい、まあ、それ日枝のあれじゃない名前でも全然成立してるから ね、手の内がバレてます。バレたな今な、はい、でも本物のあれが出てくるパターンが多いですこんなにある、ね、検索しろ検索しろ。日枝のあれ浮かばなかったな、うん、では参ります。まだある。問題。あれのあれという掛け声で。あー本当だ。リンゴさん。フェシング。正解。あれじゃん。あれ。あれじゃんかよ。あれなんて言うから。察しのいいクイズ王は嫌いだよ。フランス語であれです。まあ伝送しちゃいますよ。フラグ立てられてたな。偉いわ。あれのあれという掛け声で試合が始まる。あれあれあれの3種目がある競技は何でしょう。ということで、綺麗に伏線回収して問題以上です。それでは得点ですが、リコ、うん、さん2ポイント、古川さん5ポイント、うん、AT さん3ポイントで、あれは古川さんです。あれだあれだあれだ岡田さんの使い方。僕ね、体調不良でお休みで3人で撮ってもらった時の長嶋茂雄クイズを視聴者として見てたんですけど、めちゃくちゃ得意だったなと思ってめっちゃやりたかったんですよ。そうなんだ。それがやっぱりね、こう阪神巨人他球団の岡田さんとして、ね、もう一度できたこと、うん、いやめちゃくちゃ嬉しいな。全然違う企画だからもう一度とかないよ。問題文の一部が変わってる推理が入ることで、ね、本当にねクイズ僕はね面白くなると思っちゃってて、もう大好きな企画が生まれたなという感じでしたね。面白かったです。フェンシングのあれをちょっとね出してしまったことはお詫びしたいというところでね、ちょっと天才が早く出ちゃった、ね、出ちゃってたよ。ちょいちょいやっぱこういうの見破ってくるんで、ね、要注意ですね。思考早いから。いやでもそのね問題文に本当のあれが入ってる問題結構たくさんあって、ね、こんなにそのあれが入ってる問題あったんだっていうのがちょっと面白かったポイントですね。意識しないもんね、うん、よう見つけたよね。AT も言ってたけど、ももさんの問題がちょっと面白くて、ね、うん、選んだ問題が全部面白くて、ちゃんとしとるなと思って、なんか作家としても、そう ねちょっと嫉妬しちゃううまさがあって、はい、ちょっとあれでしたそれは本当わかんないそれは本当にわからない。面白かったよという方は次回バースクイズでお会いしましょう何やるの何をやるのバースクイズ掛布じゃないんだ。そして掛布さんでもわかんないんですけど、またね何かいろいろ考えたいと思います、うん。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、あれのあれもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。